最後の共有会を始めます。まず結果の方なんですけど、なんかいろいろやったんですけど、最初の方にやったのが一番結局結果いいみたいになってて、ですね、結果自体はまあこんな感じで267で 0.407 あたりまで下げてきましたと。で結局最終的に何やったかっていうと、まあそのインプットとトレインのデータを全く削らず何もせず、単純にランダムフォレストと SVM にそれぞれ突っ込んで結果をさらに SVM でブレンドしたっていうだけなんですけど、っていうだけで、いろいろそのチューニングかけたりとか、まあ、細かいパラメータ当然最初やりましたけど、その後こう一番最初のトレインのデータの部分ですね、をいじってみたりとか、その学習の順番変えたりとかいろいろやったんですけど、なんか結局丸々突っ込むのが良かったですけど、悲しい結果になりました。で、どんな感じで作業してたかっていうと、まあ僕は R 苦手なんで、基本的に全部 Python で Jupyter でやってるんですけど、まず普通にデータ読み込んできて、で一番最初ですね、まあ、最初はこれ Pandas で読み込ん でカラムをこういろいろ引っ張ってくるときですね、こっちの方に別ファイルでカラムのを指定するようなこうインデックスをいっぱい作っておいて、いろいろ作業するときにそれ切り替えてやるみたいな感じですね。なんで、まあ、その例えばバイナリーのやつだけでやってみたりだとか、まあ、その PCA 走らせてやってみたりとかあるんですけど、結局全部作るのが早かったみたいな話ですね。ですで、まあ、データをこう引っ張ってくるというのを最初やります。で、これは単純に道具なんですけど、ファイルを書き出すために必要なみたいなやつですね。リグレッション系で普通、リグレッション系でやっちゃったりとか最初したんですけど、そうすると0とか1、0、1から外れてくるときがあるんで、無理やり入れてみたいな乱暴なことしたりとしました、最初。はい、まあ、結局、まあ、クラスファイアで普通にやって、プロバビリティだ、確率出した方が全然良かったんで、最終的にはそっちにしていきます。はい。で、あとはまあそんなに変わったことをやってなくて、ランダムフォレストを、まあですね、クロスバリデーションで、いろいろこう、値見ながらチューニングしてとかってやりつつ、ね。で、グラデンブースを使ってみたりとか、SVM 使ってやって、最後にやったのが、こうですね、アンサンブル使ってやっていて、トレインデータからトレードのモデルで、値を書き出して、そこからさらに、これグラデンブースを行ってますけど、最終的に SVM にかけてやってます。はい、いろいろいじったんですけど、結局素でやるのが一番良かったという感じですね。もうちょっとこうデータのその絡む感の相関とかちゃんと見て時間できたらやりたいなっていうところではあるんですけど、はい、まあとりあえずこの結果になりました。はい、社会人支部代表の芦原です。一応結論から言うと、トレーニング中です。ちょっと待ってください。10分前ぐらいにネットワークを作って、で、作ったネットワークを今、試してる最中なんですけど、単純にちょっとやることが、プログラム上だと少し見にくいので、簡単になんか、ボードかなんかに書いて説明をします。やってるのは、実は、なんか最初の方、僕はデータを見るとき冒頭で言ったんですけど、なんか大まかにその1776本のまあ次元があるうち、そのリサンチに大方なってるやつと、まあ、10に分かれてる値のところとってあったので、まあ、ニューラルネットには分割して入れるっていう方法論を取ろうと思ったんですね。結構乱暴に書いてるんですけど、まあ、951本分データを入れるのと、まあ、825本分データ入れて、で、まあ、それぞれを別々のニューラルネットワークに入れて、まあ、解析というか、まあ、結果を出力するっていうのを今やってる途中です。で、今多分まあ、全然終わってないので、まあ、多分お店取るまでに結果が出るかどうかってところで、とりあえず先にこういうことをやってますってことを言っといて、ちょっと放置しとこうと思います。で、
結構そのニューラルネットワークで困るのは、意外とデータがスパースだと全然学習がうまくいかなくて、まあ隣にいるあの島田さんも結構困ってたんですけど、まあ、そんな感じであの今回のデータは結構残り951軸の後の825本分の軸がかなりデータとしてはなんかスパースなデータが多かったりしてて、でまあ結構苦戦するところが多いのかなという気はします。なのでまあニューラルネットワークは実はあんまり向いてないんじゃないかと思いつつ、データの入れ方を工夫して頑張ればと思っているので、あとはまあ中村くんの結果次第かなと思いますけどとりあえず今僕は、はい、とりあえず微産値と、まあ、1-0 で書かれている、まあ、ブルダイス的な数値のところで分けて今トレーニングをしている最中です。ってことでこれチェイナーでこのレコンファイルですか。はい、これだけ。はい、そうですね。これ全部ですか。全部で130行ぐらい。短い。短いっすよ。しかもこの辺ゴミなんで使わなかったんで。そうだ、もう100行以内だと思います、全体で。すごい、チェイナーで結構すごいなと思ったのは、まあまあ別々のネットワークをただ簡単にクラスで表現して、はいはいはい、で、まあ、数字ちょっとあのハードコーディングなんで、あんまきれいじゃないんですけど、まあ、951本のところは、最終的にまあ2次元の出力で1-0にしようみたいなとか、まあ、この825のところは、825リニア組んで最終的に出力を1-0の値のどっちかにしようみたいなところをやってて、まあ超簡単でしたね。まあ、初めてちゃんと触ったんですけど、自分で組むにはなんか1日でも結構いいネットワークができそうな感じがしました。決してチェーナーの回し者ではなくて僕はクーダ好きなんで、なんかあ問題発言、チェーナーはまあ本格的に初めて触ったんですけど、うん、まあ、なかなかあの分かりやすくてよかったなっていう感じです。まあ、もうちょっとまあデータを見てやりたいっていうのが今回の反省点ですね。以上です。先ほども自己紹介しましたけど、あのこういうところに所属している島田と言います。一応若手の会の副代表をやらせていただいてます。普段はコンプレッシャーニューラルネットワークをいじっているので、画像じゃないということでかなり困惑しながら今日は進みました。で、まあ、タイトルにある時は結果が出なかったので、データの可視化する方にですね、逃げました逃げて、いろんなメソッドでデータを可視化してみましょうっていうのをやってみました。で、まあ、無難に PCA で2次元で、まずやってみたいですね。悲しいことに累積寄与率とかここも正規化してないっていうめちゃくちゃなデータですけど、赤が、活性してるやつですね、うん、アクティビティが1なの でブルーが0っていうふうに今後グラフを全部やって、まあ、こんな感じでやるとまあなんかこう分かれてるのは見えるんですけど、全然クラスで分かれてないので、まあ、ただでもなんかこういうところでなんかデータなんか特徴は出てるんじゃないかなみたいなのは、まあ、見れると。で、まあ、あとは可視化といえば S2 でしょっていうことでやると、まあバラク、いやこれかなりきついなっていう感じになってて、まあ、ただブルーで取ってこれそうだと、かなり線形な識別器使うとブルーでところはなんかある程度取ってこれるのかなって気もするんですけど、赤は全部大体こうごっちゃになってるところもあるので、これはやばいやばいなというのを思いました。で、あとじゃあ、まあ、非線形なやつちょっとやろうかなと思って、オートエンコーダーで、やりました。で、今回入力が全部プラスの値だったということで、その活性化関数どうしようかなって思った時に、シグモイドよりもちょっと違うのを使ってみようかなってことで、レルじゃなくて ELU っていう活性化関数を使いました。で、CN で使ってるんですか。ああそうです。まあ割と最近ちょっとややそれじゃただの固有値問題なんじゃないの。そうなんですか。二次元にするってことはただの固有値問題な気がするんだけど、でも多分活性化関数的にはどうなんでしょうほとんど上位固有値を出すんですが、こういうやつですよ。こういう活性化関数ですね。ですね、レルじゃないから。そうです、ちょっと違う。レルじゃないので多分若干違う、そのレルを使っちゃいけないなっていう感じはなんかこうなんとなくあったんですけど大体同じですね。まあそうですね、同じでしょ。まあこちらの方にも交番があるやつですね。で、オートエンコーダーを、まあ、普通にやると内部にやると、まあ大体 PCA とかなり
似通ったようなチェーンでいいな、チェーンでもいいですね、になりました。で、まあ、あと新しいチェーン内で L1 生息がついたんで、まあ、L1 生息もちょっとつけてやってみましょうということをやると、まあ、全然もうこれは可視化と言っていいのかというような感じですね。ちなみにあのオートエンコーダーの事情誤差でどれぐらいまで落ちたんですか？L1 生息だと、L1 生息が一番高かったですね。普通にさっきのだと、あのさっきの前のこっちだと結構落ちました。中間層に人数にした上に L1 生息入れたんです。あ、そうです。こっちはそうです。あの要はまあ重みに L1 生息がかかってるっていう、重みがスパースになるような生息ですね。別になんか特になんか意味があるわけじゃなくて L1 生息使ってみようかなっていうのノリでやりました。で、あともう一個、あの前さっきあの西森さんの話してて、あの前 CNA の前週で ZCA っていう話が出たんですけど、あの ZCA っていうあの、まあ、ちょっとPC のかなり特殊系のようなあの処理になるんですが、それを前処理としてかけてあげて、でそれをさらにオートエンコーダーで2次元で普通に圧縮するとどうなるかっていう風なやってみたのがあのこちらになっていて、まあ全然かしあのうまくできてないなっていう感じのかかれないでしたね。で、もともとはあの ZCA を前処理でかけたものにあのマルチレイヤーパーセプトの、まあ、大体5層ぐらいのを作って上げて、であとはまあちょっとバッチのマラデーションかけてみたりとか、ドロップアウトかけてみたりとか、ちょっといろいろ試してみたんですけど、まあさっぱり、でしたので、まあ、こんな感じに出ました。で、まあ、個人的にはあの、まあ、まあミンスクエラーでも、まあ、ヒューバのミンスクエラーとかあのもう試したらよかったかなとかと思ったのと、あとはあのいきなり2次元にくしゃっと圧縮したので、あの階層状にしたスタックド AE とかもちょっと試したかったらそういう時間がなかったので、あのごめんなさいと。でまあ、一応 GitHub に上げられたら上げようかなと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。あ、西森に聞きます。結果は一応、何だったっけ？38でした。で、何やってるかっていうと、あのスタックドジェネラリゼーションっていう方法があって、なんかいろんなニューラル、SVM とか、コバイブースティングとか、ニューラルネットワークとか、いろんなアルゴリズムで、まあ、ツルかポルスかの確率を最初に出しておくんですね。で、そいつらをアンサンブルさせて、まあ、なんか、うまいこと解いてみたよっていうのがこれでした。スタックトジェネラルでしょ。あ、そうです。なんか、論文を1年2年ぐらいに出てるやつがあって、いつか。なんですけど、はい、こんなのがあるんですね。いや、これ、なんだっけ、この人の日記みたいなの最近見つけて、あ、これ面白そうと、あ、これすごい分かりやすいんですけど、こんな感じです。なんか、最初のところで、私やってみたのは、この生データと、あと、まあ、DYDF って書けるんですけど、PCA で書けたやつと、最初に。ニューラルネットワークっぽいやつを学習機いっぱいかませることによって構築しようっていうアルゴリズムらしく、まあ、アルゴリズムとか考え方らしくって、最初になんかゼロレベル目っていうのでいっぱいこうデータをまあ加工しまくって、まあ、機械学習とかいらない感じのその加工方法をゼロレベル目でやって、1レベル目でなんかそれのツルとポルスを返す学習機みたいなのいっぱい作るんです。で私もうちょっとこれよりは変えてるんですけど、さらになんかもうここでやったデータはもう全部蓄えるようにしてるんです。で全部蓄えたやつ、ツルかフォルスかのやつはもう毎回これ実行するたんびに1個ずつ次元が増えていくような感じになってるんですけど、それで僕が作ってったやつをこの最後に XG ブースト先生でなんかもう一番良さそうな組み合わせのやつピックアップしてよっていうふうにしてまとめたっていうのが今回のやり方です。これは、はい、これもでき、その、上に合うやつを全部突っ込んで、はい、選択的にやってるわけじゃなくて、はい、全部突っ込んじゃって、はい、で、後から学習機に任せるっていう。そうです。多分これは、もう今回は全部フルコネクトになっちゃってるんですけど、はい、生データとかだったら SVM とかって結構次元が小さくないとできないやつとか、平均棒も多分小さめのやつじゃないとできないと思うんですけど、で実際やってみたのは130秒ぐらいだったら大体様子もこんなもんですよ。こんな感じで
うん、なんか、レベル1って書いてるんですけど、レベル1でこんな感じで、生データと PCF と、あ、ユーザー ID もやってたから、この3つぐらい突っ込んでくださいみたいなのを、バーッと書いてるだけで、なんか今回は別にそんなに動くなかったので、全部突っ込んじゃってる感じです。ただ、それで、ひたすらレベル1のストレージみたいなところがあって、ここら辺になんか、ここレベル1のストレージがあるので、ひたすらバーッと出してるっていう。で、それを最後に、レベル2っていうところがあるんですけど、ここでもう全部レベル1の訓練データを拾ってきて、学習してくださいねってやってるだけです。シンプルな感じです。全然難しいことはやってないんですけど、意外となんか精度は良くなるみたいです。よかった。はい、これ学習時間、トータルどれぐらいかかるんですか？これ、いやでも、火水ぐらいにやって、どれぐらいだろう。全部で1、2時間ってどうじゃないですか？全部止まらせても。そうだ、何だったっけ？SVM がすごい遅いんですよ。だから多分それが半分ぐらい持ってかれちゃってる感じです。若手の副代表で、この通りは酒井です。微妙な今日はデータ解析をするってことで、目的、そろそろ1ヶ月、Python でデータ分析してみたいっていうモチベーションで参加をしました。でも最近特にあんまり機械学習とか数値系をいじってなかったっていうところばっかりとか、あんまり Python でやったことないのでやってみたかったなってことで、つい Python の書き方を学ぶっていうのと、SQLランドライブラリを使って R に逃げないってことを決めたんですけど、私は成分分析に関してはやっぱり R の方が使いやすくて R の方を見てたりとか、使用率とかやっぱりいちいち Python を書かなきゃいけない、めんどくさくて仕方ないと思いながら、ちょっと逃げないようにしようと思ってやりました。で、まあ、割と今回そのトラディショナルな伝統的な機械学習を使ってみようと思っていて、ゲタの前処理としては主成分分析と、あ、 ICA は全然別にそんなにメジャーじゃないんですけど、これは個人的な前大学の時に研究で使ってて思い出があって使おうと思って使いました。で、あと特徴選択を使ってみたいとか、あとはさっきあの T スネっぽい言ってたので、なんかを使ってみたいと思って、とりあえず機械学習 S2M ランダムフォレストブースティングなんか使ってみたいなと思って、ゴーマイブースティングパラメーターサーチをやってみたいなと思ってグリッドサーチかけてたんですけど、まあ終わらないです。今も絶賛かかってちょっとパソコンうるさかったんですけど、何か言ったのパラメータ装置してたからです。で、あとジュピターを使ってみたいと思っていて教えてください。あ、はい、あれジュピタービームさん、はい、それをやってみたいなとちょっと個人的に思って、それで使ってみてダメだったのは、特殊選択はまだちょっといかなかったのと、T スネがセグメンテーションエラーを起こしていて、なぜセグメンテーションエラーを起こしているんだろうっていうのをちょっと誰かに教えていただければなと思って、機械学習この辺はなんか SVM ランダムフォレストブースティングとかは一応かけることはできたんですけど、カグルの方に載せるってところまでができてません。で、そうですね、もうなんか本当使い方を学ぶためにバーッと書いて、バーッとコード書いてたんですけども、結果としてはですね、トレーニングデータスコア出してるだけですが、やっぱり竹原さんも言った通り、その生データをポンと投げてるのが一番点数が高くてですね、ランダムフォレストは勾配ブースティングとかそんなに変わらない。成分分析とか、あ、ちなみにその独立成分分析をわざわざかけたんですけど、まあ天気が悪くて仕方なかったので、まあ今流行ってない理由がよくなかったなって感じです。で、あと成分分析かけても、まあ次元50次元ぐらい取れた結果がこれです。で、他のやつ本当はパラメーターサーチした結果を使ってそれを隠れに投げようと思ってたんですけど、時間かかって終わりませんでした。そんな感じです。はい、すみません、以上です。はい、全農、若手の中村幸喜と申します。
で、何やったかっていうことなんですけど、その大したことやってなくて、そのディープラーニングをやろうっていうところで、そのディープラーニングやる前にそのオートエンコーダーでプレトレーニングしてからディープラーニングやろうっていう、ただそれだけで、なんか特にひねったわけではないんですけど、その入力にその離散値とその連続値がどっちも入っていて、でなんかこれをそのままそのディープラーニングで学習させると、結構その中間層とか発散してしまうとか、重みがなんか発散してしまうっていうのが、なんか芦原さんがやってで、なんか得られた知見だったと思うんですけど、ここに出てるのが、そのオートエンコーダーで、そのあれですね、プレトレーニングした時の中間層のあたりで、で結構そのゼロになっちゃってるところも多いんですけど、これで見ると結構うまく、なんていうんですかね、その連続値化できてるっていうか、スパースじゃなくできてるのかなっていうので、結構そのプレトレーニングの効果あったのかなっていう感じです。で、この後になんか層を2個つけたり、1個つけたり、なんかパラメータいろいろいじったりとか、いろいろやったんですけど、まあなんかあんまり結構いい結果でなくて、あれですね、なんか結構ディープラーニングで最後にファインチューニングするときに、この化学習してしまうっていうのが、なんか結構起きていたので、結構この辺のパラメータを探っていったら、結構もうちょい使われるのかなっていう。で、これが一番良かった結果です。まあ、サポベよりちょっとでっていうぐらいですけど、まあ、こんな程度ですね。ここら辺にサポベがあります。っていう感じです。ニューラルね。そうですね。全体的にデータ数に少なさに負けてますね。そうですね、今回は。パラメータ調整したところでどこまでいけるかっていうと、もうまあ、いまいち微妙な感じで。言い訳はいくらでもできる。まあ、目標としてた、その、超えるってことができたので、よかったかなと。島田さんご用できたので、よかったかなと思います。以上です。と言います。もう一つだけ用意しております。で、ディープニューラルネットワークの分析とかを研究でやったりしています。で、今日ディープラーニングを使って分析しようと思ってたんですけど、ちょっと、前の英会学校に行くという、の体験説明会に行くというのが長引いてしまいまして、来たのが遅かったので、ちょっとデータの分析の方だけやって、あと簡単なクラシファイアだけやりました。で、分析やったことも実は同じなんですけど、でとりあえず PCA のこう起用率を見てみたんですね。線形識別でいけるかどうかというのを見るために、するとですね、マックス 0.14 で始まって、あのなだらかに落ちていくという、あの非常に性質悪い結果が出まして、まあ、線形識別ダメだと。で、TSNE みたいにですね、同じように。これ混ざり合っていて、3次元でとても情報は抽出できていないと。そのなので、ちょっともっと高次元で見てみようと思って、何をやったかというと、TSNE で次元を上げながら、その上にあの SVM を乗っけて、トレーニングデータで、事情誤差を見たんです。それとあの4次元のところでこう落ちていって5次元ゼロになるっていうバグなんじゃないかというの結果出たんですけど、まあ、とりあえずこういう結果が出て、なんか4とか5のあたりまでいくと情報がおそらく落ちないのだろうと思っています。で、というわけであの SVM テストデータに対してかけまして、あ、この SVM を使ってクラッシュファイアをしましたと、するとですね、これぐらいの結果が5次元で出たんですけれども、次元をです、あ、これ3次元の結果ですね。3次元にこれが出まして、5次元だともっと悪くなると。つまり、情報はより残ってるはずなのに、3次元の方が良くて5次元ダメだという結果が出まして、謎だと思っています。で、まあ、よくわからないんですが、かなりデータは、めんどくさいデータだろうということが分かってきましたと考えています。で、悲しいことにですね、薬ブーストそのまま全部かけたらですね、一番良くてですね、406ということで、なんかもしかしてこれデータに特徴がないんじゃないかと思っていまして、でディープラーニングで特徴抽出とクラシファイを両方できるのがいいところだと思うんですけど、片方もパワーをなくしてしまっているんじゃないかと思っていまして、これもしかしてディープラーニングに向かないデータなんじゃないかとちょっと考えています。以上です。あ、いいですか。あの、はい、SVM で 4,5 次元の時にガクってエラーが下がって、化学習してる可能性がある。あ、もちろんトレーニングデータなんで、これ化学習の結果なんですけど、ただあの化学習にしろ、ちゃんとあのクラッシュファイアできるってことは情報が残ってるってことだと思うので、その指標として、あのこれを見たかった、これに非線形版を見たかったんです。あ、なるほど。で、ちょっと無理やり作ってみましたと。はい、はい、変なデータな気がしました。はい、というわけで
一応ディープラーニング頑張ってます、自分も。はい、福島です。ちょっとデータ解析の素人なんですけど、皆さんのやり方を知りたくてですね、ちょっと参加させていただきました。で、今日1日やったんですけど、データとりあえずランダムフォレストをしようと思って、ランダムフォレストに全部のデータ突っ込んで、ただサブミットしただけで、まあ、スコアとしては 0.47 いきました。皆さんの結果を見てて、なんか一番申し訳ないなと思って。で、その次に PCA、PCA かけて、2次元にして、そのデータもオリジナルの下に加えて、次元数を2つだけ増やしてやったら、まだサブミットしてないんですけど、なんか 0.4、テロインデータだけで 0.46 ぐらいいったので、少し良くなるのかなという気はしていますが、ただちょっとそれが妥当なのかはまだ突っ込んでいないので、わからないです。ひとまず、皆さんの手法をちょっと家に帰って試しつつお勉強したいと思います。以上です。で、ちょっとあの D サブがなくてテコードになっちゃうんですけども、やったこととしては本当にデータを分けてそれごとに分類器を作るっていうことですね。先ほどあったように4つのクラスターに分かれているので、4つの分類器を作ってそれごとに次元圧縮してこれをしっかりとやろうかなと思ってたんですけども、分けてロジック回帰をやった結果はあるんですけども、ちょっとまだ載ってないという状態です。以上です。4つってのは 何の4つで分けたっていう、最初の PCA かけたら PCA のそうです、PCA かけると PCA かけ大まかなあのモジュール分割されたやつらごとに01に分けるやつを作る。そうです。あで、あの PCA をかけた後クラスタリング、K-means でクラスタリングした場合と、かけずにクラスタリングした場合で同じような結果が得られたので、もうそのまま突っ込んでも大丈夫かなということで突っ込んでやってました。以上です。あと分けた方がなんか明らかに多分分布というか裏で動いてるロジックが違うと思うんで、分けてやった方がいいかなと思ってやりました。そうです。というわけで、あの半日でしたが、皆様のお楽しみいただけましたでしょうか。はい。はい、まあ、あの無理やりというか、まあ、ディープラーニングというか、ニューラルネットで頑張る勢力と、まああのまあ、古典的なって言ったらあれですけどね、あのアルゴリズムを使って頑張るあの人たちとあのアプローチが違ったんで、すごいお互い勉強になったかなと思います。はい。で、あの今日ですね、あのこ の, あの会場を提供してくれたあの芦原さん、非常にあの居心地よかったと思いますあのアットホームでありがとうございます。勉強したというよりは研究室のスペースではあるんですけど、そうです。ただ次回もうちょっと規模を大きくしたいので、そうですね、ちょっと場所を考えたいですね。はい、はい、あのそこはあの検討していきます。あとはなんかこう思ったのはチーム戦いいなと思いました。いいっすね、面白いっすね、やってみたいっすね。一人一人の場合はちょっと競争力に欠けるところもありましたね。ありますね。若干もうなんか最後も意地になっちゃってさ、うん、もうのんきにサポートベクター入れればいいやと今さら後悔してる。制度出すのかもしれない。そうですね。もうなんか誰かのスコアを出し抜くためだったらもうニューラルを捨てようと一回思ったんですけど、そうですね、そうですね、そうですね。まああの課題設定もねありますからね。そう、あのアルゴリズムでデフレテってありますし、次も次やるとしたらまた隠る。でまあ、ちょっとそれをあのこの後ですね、あのもうちょっとこう発表時間長引くかなと思ってお店6時半に取ったんで、あそう、はい、ちょっと時間があるんで、あの次やりたいことを、まあ、第1回参加あのしてくださった皆様の特権といいますか、あのちょっとカグルとかその他のオープンデートを見つつやりたいテーマを探してこの場で決めちゃってもいいかなと思ってるんで、そんな話を20分ぐらいできれば
そうですね。はい。はい。というわけなんですけど、どうしようかな。かぐるの順位が出るって楽しいですね。あ、楽しいですね。かぐるはそうなんですよ。あの結構性能が、性能じゃないや、あのどれぐらいうまくできたか成果が分かりやすいんで、ただのね、オープンデータ、まあ、いろんなその政府とかがデータ出してますけど、ただのオープンデータだとこう、データあるだけなんで、課題設定も自分たちでやらなきゃいけないっていうのがあって、はい、結構あの、アクティブやばい。アクティブやばい。戦争になってしまうんで。そうですね。はい。何がいいのかな。画像、そうっすね。うん、まだいいですけど、時間とマシンの差は、ね、そうっすね、そこなんですよ。そうですよ。今回のテーマは、とりあえず、学習はサクッと終わるんで。そうですね、ラップトップでできるレベルがいい。そう、それが良かったっていう感じですね。何がいいのかな。ヒラリー・クリントンのイメール。テキスト。テキスト。テキスト面で面白い。568スクリプトか。27トピック。これ下の数字なんだ、これ。アップロードされてるやつ。アップデートだから。ああ、参加者的な。そう。あ、つまりなんか最新の。あ、野球いいっすね。History of baseball。野球いいっすね。これでも同じ数値系か。数値系っすね。何するタスクですか。勝つか負けるか。勝つか負けるか。わかんないですけど。見てみると。なんだこれ、あれだな、あの課題設定があるわけで、これそう、課題じゃない、ないね、データがあるだけだから、データがあるだけ、そういうパターンもある、はい、なるほど、多分戻っていただいて、一番上に行ってもらって、多分普通にコンペティションから入って、データじゃなくてコンペティションから入って、はい、オールで見てで、コンプリートと作れ、まあ、アクティブ外してもいいですね。バーッと見ると、ヘルス、フライトなんだそれ。フライトクエスト。フライトってなんだ、あ、飛行機の。ああ。飛行機のあれの。ああ、ちょっと。はい、マイルストーンオフィル。おお。いや、普通に行けない。あれ危険性を。うん。何がそんなに行けないの、接続の安全性が確認できません。SSL の証明書が消えてるとか。あ、そういうこと、そういうこと。Firefox。だったら、開くアップかりますか。今回数値だったんで、そうですね、画像とか言語とかちょっと違うものが面白いかもしれないですね、うん、証明書か、はい、このサイトレベルで、なるほど、フライトルートの最適化、フライトルートってこれデータどういうことだ、最適化、うん、最適化か、うん、グラフか、あグラフか、違う知識がないけど、グラフはそうっすね、全然違いますね。これがこれで。あ、そっか。メザーもあるから、いろいろやるからね、これ。データの方からデータ見れるんですか？データ。なんだこれ？エアポート。サンプスミッション。テレポート。サイエントテスト。なんかデータを見るだけって大変そうですね。キロバイト。
これはなるほど。タイトパン。いや、知ってるのね。名前も見ても、名前見てもファイル名見ても何のデータか全く分かんない。わかんないです。ドットチップでこれはやばいっすね。ギガバイトが入ってるんじゃないですか。なのか。あ、そうかも。あ、ラップトップじゃ死ぬぞだな。これはきつい。なんか、ですね。毎回これで、あれ大丈夫です。大丈夫です。なんか、なんだろうな。2つ目のチーム数とかで設定とか、うん、あ、ね、はい、あ、多いやつが多分そんな難しくやりやすい、なんか数とか多分かけられるんで、一番上にクリックするんですかね。チーム数のところで、そうですね、あそこを押してもらえる、あれ、あれ、お、押したが、ああ、そうだね、なるほど、なるほど、なるほど、すげえ不便なインターフェースですね、これすごいな、ひどいひどいな、問題初めにしまってきてるわ、はいはいはい、言いましたね、これでパイタリック、これね、あ、これがさっき話してた、そしてなかなかやばいデータあと何があるかな、もうだ多分これ全部データ普通のデータ、サンフランシスコクライムクラシフィケーションあ、面白そうね、カテゴリーこれが本当に分類だと判断しますよね。普通の分類ですよね、うん、なんか物騒なデータですね人連れてきてこいつが全員かどうかを判断するっていう、データってどのぐらいの規模なんですかね。あ、まあでも意外とあるけど、ちょっと1個見てみますか。あ、今テキストのデータが入ってくる、処理するとここにある前処理がいるのか、なるほど、大変です、大変ですね、タイタニックとも同じ、タイタニックも同じ、このタイタニックも同じですタイタニックも同じですねまあでもこれは意外とカラーもいつかんだろう、これそう、それですね、セルとかになるとあ、フィグザありますね。あ、でもこれ少ない。めっちゃ少ない。X の前で投げやりな。めっちゃ少ないな、これ。ロンティッシュ。あ、イド系。あ、イド系とか。面白いな。うん。面白いな。系。場所で。結構。そうですね。やりよう。なんか通りとかでこう。ああ。あったりとかする。あるかもしれない。スラムがあるみたいな。そうですね。イド系の。あ、結構。座標で。あ、いいかもしれないな。もうここはこれみたいな。うん、実は確定されてそうなアドレスもなんかどう書かれてるかによりますけど、ストリートレベルなんかなんか書き方によっては結構処理要素ですよね。これはストリートレベルですね。難しいには難しいですけど、ストリートレベルだとまあ普通にこう、あ、でも若手書きはそんなに大変じゃない、若手書きはそうでしょうね、はい、スラッシュで見てスラッシュでこれ消えてそうなんで、そうですね、なんかブロックオブだかわけなんないのかな、なるほど、なんかもう内包されてますよね、いい時計でもある程度そうですね、うん、確かに、まあそのラベル、一応ラベルとしてみればそこは無視したんだけど、これ曜日もあるんですね、曜日もありますね、謎です、そうです、これに何か意味があるのか、あー、まあ、なんだろう、下に行けば犯罪の種類とかカテゴリー、カテゴリー、そう、だから、あ、これ犯罪の種類って、あ、これが、これを予測するんだ、トレインディスクリプト、はいはいはい、からディスクリプトからじゃあトレイン CSV にあるこの犯罪カテゴリーを、はい、の中のどれかにすればいいってことですか、ああ、はいはいはい、シーズターゲットおっとえないですか、ディテールとかディスクリプトだけでディスクリプションがディスクリプションがどれかだからもうすあの道ごとがいっぱい入ってきて死ぬ可能性もありますけど、あ、ディスクリプト中身によりますけど、ディスクリプトってどれだ、あ、これか、これか、結構いけそうなディスクリプトじゃないですか、これだけか、バレント、どうだろうな、バレント、どうだろうな、あ、でもディスクリプト、あ、どうなんですかね、どうだろう、辞書作ればもう何のデータ、それだけでそこそこ強いベースラインになるかもって感じかもしれないですね、あとは曜日とかで周期性とか、まあなんかある程度常識使って追い詰めつつギリギリ追い込もうと思うとこの辺の情報が必要なんですよね、うんうん、
意外と最初から最後までできるんだ。最初は前処理とか2パラメータだけでなんかできるし、その後、まあ、パラメータ増やしてできるし、っていう意味では、もう結構いいデータなのかもしれないです。それ結構関東前処理が。問題は、ちゃんとダウンロードしてみて、欠損がないかですね。危険なのは、あのタイタニックの時みたいな欠損ばっかりのデータが。だからこれ最近のデータだから、それなりにあるんじゃないですか。わかんないけど。あとこれなんか1個1個ありえそうですね。ちょっと他のも他の見てみましょう。1個候補として、これはさ、クライムですね。ありですね。これはディジットリコグナイザー。これもまだに、いや、これだってエミストって、エミストじゃないですか。エミストですね。エミスト、あれはディープラーニングですね。やりましょう。こんなテンザフローのチュートリアルじゃないですか。これはディープラーニングだな。フェイシャルキーポイントディテクション。あ、これもまあ、こういうのはね、コービー・ブライアントショットセレクション。そう、先週、今週引退したばっかりですかね、彼。すごい。これ、12アクティブってあるのか、これなんだ。アクティブライブ出てるもんかして。アクティブや。いや、コンプリート。いや、アクティブになってるから。アクティブになってる。アクティブになってる。どうした、これは。あ、コンプリートだとチームで検索できないとかありますよ。かもしれない。え、可能性ある。とりあえずリロードしましょうか。データ量とかでカラーを作ってほしいな、これ。サンフランシスコのやつはアクティブっぽいですね。アクティブっぽいですね。データ当たらちゃったもん。2015年とか書いてありましたね。あれね、コンプリートで出ないですね。じゃあやっぱこれでしか出ないってことが。ひどい。まあいいや。なんかとりあえず全部オールコンペティションで出る。その、サーチコンペティションしたの、それ。それで。出た。ああ、出ました。211。これをチームにダメだ、なんだこの意外。ダメだな。ふざけてる。ふざけてる。あ、出ました。これで出た、そういうことか。あ、いちいち、あ、なるほどね。これ URL が一緒で、JavaScript でひどい。まあいいや、それで言うとセールスのバーとテーマ見てて、なんかでテーマが面白そうなのでですけどね。ヒックスボストンだって。へえ。ボストン。マシンラーニングチャレンジ。物理ですね。素粒子ですね。ヒックスボスト。これちょっとカバーたい。エンプロイアクセス、セキュリティだな。Airbnb、ドライバーメソッド、ドライバーテレマティクス、保険のやつ。あ、これ面白そう。ドライバーセグニチャーだって。ブレーキ、急ブレーキの数とかから安全性が出るとかする。安全性が、もしかするとこれドライバーの特定じゃないかな。ああ、アイデンティファイとか。要はその、多分そのジオグラフ、あの要は時系列の位置データを見てフィンガープリンティングするっていうタイプのやつじゃないかな。違うから、なんかそれっぽいですね。それがただのドライブサイド。うん、テレマティクス、なんだ、テレマティック、フィンガープリンティング、ああ、なるほどね。やっぱそうだ、ドライバーの特定、固有特徴を取るってやつ。そう。面白いな。すごい。なんかこれその時系列 の, あのこれ2次元のデータから特徴を取るみたいなやつってニューラルであったりします？2次元とか、まあ3次元とかでもいいですけど、はい、まあなんかパスですよね。2次元データ、まあまあ今1次元データだと別にそんな変わらないって変わらないかもしれないですね。はい、なんか普通にセンサー系のデータと、まあそういうことですね。であると、まあ、
僕なんかは知見が多そうな、なるほど、多分あの、まあ、実際の会社での知見が多そうですけど、はいまあ、ただ特徴抽出ってのはなかなか難しいんですよ、時系列から、うん、系列を記憶するのは楽なんです、はいはいはい、抽出ってまたレベルが結構変わるので、はいはい、なるほど、だから、はい、時系列の記憶とまた別の、まあ、例えばニューラルだったら、はい、ニューラルが別のニューラルが必要、それってリーダーボード見てみますよ、どのぐらい難しいのか、プライベートリーダーボードで、プライベートリーダーボードで、うおすげえ、トップすげえな、いや、これ高いっすよ高いっすね、高い高い、プロの人はですね、ただ200とかありました、下の方、下の方行くと、なんか ベンチマークで何かあるんですかね、ベースラインの、だんだん下がってきてるから、ベースラインの値どんぐらいなんだこれ、なんか与えられてるのかな、どっかにあれ、あれめくっていくと見えないわ、あ、ベースライン、次の予定が飲んで、あ、あ、ナイス、お疲れ様です、お疲れ様です、トリップレンズ、あ、なるほどね、なるほど、距離か、距離か、走行距離のベンチマークで半分、なるほど、特徴運転距離、結構自分でフィーチャーエンジニアリングしに行く感じなのかもしれないな、分かるんですけど、これだと総合的にできるかも、ね、だって今実際出てるのってこれってことですよね、時系列で、ええええまあ、だから別にトリップ距離でもそんなに悪い言い方じゃないんだよ、実際は多分いくつかあって、あれですよね、あのこう移動のそのこう出現のデータから家の位置を当てるみたいなやつだったりするじゃないですか、あのセキュリティの、まあ、はい、その行動のこう中心を見に行ったりとか、どこを中心に動いてるかとか、どこに帰っていってるかとかもあるし、長さもあれば、あ、実際確かに運転距離でドライバーの特定そんなに難しくないのか、そうですね、通勤に使ってるとすると、そうですね、その反復性が高いはずなんで、はい、つまりそのデータの距離、はい、距離に依存しますよね、そうですね、実際だからデータポイントがどれくらい の時間方向の解像度で取れてるかとか、どれくらいの期間で取ってるかとかで、これ全然もう単位が分かんないですよね、うん、実際例えばメーターで、まあ、ミニッツごととか、まあ、これ遅すぎですけど分かんないですね、はい、そういうデータのなんかあれか、チュープスセプターとスタンアティブルマジョル、あー、うん、あー、なるほどね、うん、リーチなんでも、乗っていった時、なるほど、だから、あの00になるまでの間で取ればいいんで、まあまあ、だから終端距離でしか取ってないと、そういうことです、ベンチマークは、そう、ね、途中の距離なんかどうでも、どうでもいいんですよ、どうでもいいんですよ、だからなるほど、これ大まかなクロックでしか取ってないから、多分だからベンチマークは支点と終点だけで、判定してるじゃないかっていう気はしますけど、 98% っておかしくないこれ、すごい、もしかしたらこのでもこの感覚が等間隔なんですかね、一応、あだとするとなんかそうじゃないと90何パー出しにくいような気がする、気もしますけど、まあ分かんないです、なんかガリガリに手でチューニングしたら、これダウンロードできるところってこうですか、データに、あ、そうだね、オープンないの、俺ない、あどこでダウンロードするできないんだ、俺ですよ、ね、めっちゃケロしたけど、できない、一番に書いてあるわ、今探してたんですけど、本当だ、できなくなった、あー、くそなるほど、ちょっと時間無駄にしましたねくそ最初に確認しよう、これノッツクッキングってなあレシピか。ローやってる。あ、レシピか。カテゴライズするのか。ああ、これ、なるほどね。面白いかもしれない。材料だけ見て、材料だけ見て、
語とか。JSON になってるな。JSON は見やすい。データめっちゃちっちゃいな。JSON になってて。インディアスか。ちょっと小さすぎないこれ。確かに。トレインって何億メガか。でも2メガちょっと。人として JSON でこの軽さだと。下にファイルディスクリプションって何件分とかってありますか？いや、ないのか。ないですね。イングレディント、ああ、まあ、ね、もうリストしかないと。ね、うん、ああ、でもこれ、分かんないです。データ見ないと分かんないですけど、きっと表記揺れとかあるんだろう。ありますよね、きっと。大体カレーにしたら合ってないから。これはカレーでしょ。だからまだな。もうスピナッチ、オニオンズとか書いてもうカレーでしょ。インディアンのこれはカレーですよ。カレーの定義の問題ですよね。当てんのはクイズイーのところですよね。そう、インディアンを当てるみたいな。あ、カレーじゃない。あ、そう、カレーじゃない。難しいな。調味料で、まあ、何ですね、調味料とか。ターメリック。あ、結構、もうかなり書いてあるんですね。TFIDF かけて、みたいな感じかな。あ、そう。バックグラウンドに近いから、うん、あんま下がってない。ああ、なるほど、確かにそうですね。下一番下の方はすごい僅差だな、これ。一日でやるのに、このなんかこうチューニング勝負的な保険です。確かにそうですね。これ辛いですね。辛いですね。下が出なさすぎるから。ベンチマークどこなんですか？ベンチマークないのか。ないんですか？差が出なさすぎるから。あれ、今データには文字列の検索でベンチマークって言って見るんじゃないですか。ああ、さっきのリーダーボード見て。はい、リーダーボードのところでコントローラー引いてるでベンチマークって。ここもね、あの、そう、あ、出てきた。あ、なんか大文字なんですか？20%ですね。ないかも。一番あります。オールイタリアン。オールイタリアンだと、あ、2割か。なるほど。ベンチマーク、イタリアンが多い。ベンチマークではないのか。ベンチマークではないのか。ベンチマークありすぎないですか。ベンチ全体のレシピの2割がイタリアンだったりしますよね。そうだね。これ事前分布でしょ。事前分布ではないですね。事前分布ですか。なるほどね。これなんかだろうね、この辺なんかもう、むしろ2割とか出した人、これどうやったんだろう。オールインディアンですよ。だって、率が同じだから、率が同じだから、これはもうみんなオールイタリアンしてる。おそらく。だからそっか、もしかしてこれ、定数で決め打ちでやって一番高いのがイタリアンなのかな。で、イタリアンが一番多いっていう。で、11回オールイタリアンやった人が。辛いですね。11回の試行錯誤をもとに、オールイタリアンを足した。でもこれ1回やっちゃえばイタリアンは絶対間違い崩しちゃえば。そうです。結構いい方法ですこれ。だからもしかしたらチーム変えて何かやってるかもしれないです。この辺にいた人たちは名前変えてどっかにやってるかもしれない。これ多分、ね、ズルですけど、トレーニングのデータセットで海外のレシピサイトとかスクレーピングしてきた制度はあるかもしれないですね。ああ、そうですね。この辺は多分模索してるんじゃないですかね。わざと全部同じカテゴリーにして、アウト。そうですね。大体どんくらいパーセンテージであるのかっていうのをとか、なるほど、わざとやってる可能性高い。なるほどね。4回とかの場合はもうイタリア、インディアンとか入れまくってて、多分だからイタリアが一番高いんでしょうね、率的には。最後に残ってるってことは。って可能性高いですよ。この辺はもうなんか遊びとかじゃなくて戦略的にやってる可能性がある。なるほど。でもその後そこで力尽きたんすかね。もういいやみたいな。捨て垢だからっつって。なんだイタリアかよみたいな感じだった。そこで興味ですよ。インディアンじゃねえのかよって、こうそういうもんをやめちゃった、うん、なるほど、なるほど。でもなんかどうなのかな。だからあのここを知りたい人たちが入れまくってる可能性が、はいはいはい、ってことですよ。なるほど。できそうだけど、これはまあそうですね、まあ、面白いと思う。まあデータ量的にはいろいろ試せる。はい。計算待たなくていいですね。お、何これ？分類問題じゃないですか、これ。分類問題ですかね。ロボットが。
オンラインビジネスメイドバイマシンオアヒューマン。おお。ここはあの、オークションか。なるほどね。はい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 。これ履歴かなんかなのかな。なるほど。うん。追随がすんごい早かったロボットだもんね。そういう感じ。そうかもしれないですよ。ビジョレスとか。だから、あー。でも俺はビターのデータセットなのか。ビットじゃなく、まあ、ビター。ビターは、いや、入札者。ビッツもあるな。ビッツもあるから。うん。なるほど。ビッツの方が多分あれかな。時間とビット ID があったりとかするんですね。多分データ2つあるんですよね、これね。ああ、そうでしょうね。うん、ビッツと、はい、うん、データでけえな。そうですね。そしたら1ギガ以上か。こっちの方が結構重要なのかもしれない。そうです。こっちの方か。なんかどう見ると。そうで、こっちはもう、ああ、なるほど。どうなんだろうこれ。ビッツ、はい。そろそろなんかじゃあ投票というかどれやりたいみたいなのやってみましょうか。いやもうだいぶ時間経ったんで。全然データ見てないです。最近は候補どれになるんですか。それとまだ決めない方がいいですか。どっちですか。あーなんか公募します。公募する。応募。すいません。今日の同じ含め。はい。これ面白いっすよみたいな。これやりたい。募ってもいいかもしれないですね。今の見る限りだと、僕ら何か決めるより、やったことある人たちに見てもらってるかもしれない。なるほど。決めちゃった方がいいかと思うんですけどね。好き嫌いが一日出るし。じゃあ今、候補に上がったのは、サンフランシスコ。クライムクラシフィケーションか、うん、ワッツクッキングか、最後に見たのは、ビダレット。ビットイズメイドマッションヒューマン。これ結構難しそうですね。データが、はい。難しいっちゃ難しいと思うんですけど。データ量が多いですからね。すげえいい。結構差が出そうだな。真ん中ぐらいしてるで。そうですね。サンプルサブミッション。これ多分分布が一緒なんじゃないかというこうマシンヒューマン。はい。ああと思うみたいです。まだ最初。あのテストの。がないと。テストデータのクラスが多分半分なんじゃないかという。はい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 。なるほどね。だから片方に傾ければ割れてもらってくる。はい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 。なるほどね。本当にレースだけ。はい。これとか逆にすごいですけどね。そういうなんかこう片方の選択をせず。何をしたんだ。難しい。まあでもまあ偶然的に出るのかもしれない。まあ多分そういうことですよね。こう 0.5 が乱発するってことは半分になってるんで、データとして悪いデータじゃないと思うんですよ逆に。なるほど。多くあるデータが半々ってことは結構いいですよ。そうですね。データは多そうですよね、こいつは。で、サンフランシスコは、なんかアクティブなんですね。これアクティブなんですね、あと51日。来月開催すれば、スコアは普通に出せるし、これどういうふうに取ってるんだろう。なんだろう。何のスコアなんですかね、これ。スクラッチとかでもサンプル見ないですね。まあ一月後ぐらいやるんだったらこれ一応まだ期間入ってるみたいな。暑いっすね。入賞するぞみたいな。逆にすごい人が出てきちゃった。すごい面白いか。リクルートのカグルチャレンジみたいなでしょ。リクルートやってましたね。
取れちゃう。あ、そうなんですか。料理はなんか個人的にはそんなに面白くないけど。まあ、少ない少ない二択にしましょう。どうすね、このクライムか、はい、フェイスブックのロボットはマシン、ロボット、ビットか、はい、まあ、クライム、そうですね、ビットのやつかクライムか、どっちがいいですかね。ケツを取りましょうか。取りますか。取りますか。じゃあ、はい、じゃあサンフランシスコのクライムの方がいいかなと思うと。あれ。4、はい、はい、5です。僕も思います。5、はい。Facebook。思わなくていいぞ。はい。なるほど。あ、ってことですね。はい。じゃあサンフランシスコにしましょうか。じゃあ。テンサンフランシスコこんなデータです。はい。ダウンロードしたんですけど。はい。大体CSV で、CSV で、なるほどね。で、見た感じそんなにキャストのデータもない感じ。なるほど。なるほど。わかんないですけど。次回は、これを、まあ、ちょっと場所とかまだ決まってないんで、その辺頑張りますけど、できればこう、3人チームぐらいでできると面白いですよね。そうですね。はい、なんかこのタイプのデータといくつかその違うデータのタイプがあるんで、解析とか分かれて、そのチームの中で。絡まけて。そうですね。この、座標だけでやろうと思うと結構いろんなことできる気がするんで、うん、それでも大丈夫、はい、ですね。そんな企画にできれば、ね、分けてやってみても面白い、ね、はい、面白そうですね、面白そうですね。これこそ、いや、やっとこうドメインがちょっとある。そうなんですよね。常識を入れ込められる、データの常識がちょっと使えるかもしれないという嬉しいのか悔しいのか、今回が。そうですね。これサンフランシスコ出身の人とかだと明らかに危ないとこ知ってそうですけどね。確かに。このストリートは常に危ない。会社の外人ちょっと聞いてみちゃうっていう。じゃあこれにしましょう。はい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 。次回、はい、じゃあまた日程と場所は決めて、はい、コンパスで出しますので、はい、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあひとまず、ここで、はい。